こんにちは、金髪物語です。インスタをご覧の皆さんはご存知かと思いますが、春部は最近福島県の猪苗代湖でウェイクサーフィンをしています。1年分動画がたまったので成長記録を更新していきたいと思います。今回はストークというショップの第1回です。どうぞお楽しみください。足首曲がるじゃん、こういう状態です、ね、はい、今、ま、これやりすぎだけどおいで、波の上に乗っちゃったら、あの降りて加速がついてさ、外にでピンってなっちゃう。早い。はい、右、こっち。
前見よ。そう、波を見る。本当は、まあ、こうやって乗ってるよね。ここに波あるよね、目の前に。ここの波を見ればいいけど。目線はずっとそこ。目線すげえ大事だから。絶対後ろ見ちゃう。休憩する？大丈夫？休みたいですね。じゃあ休もう一回。はい、こっち出るよ。こっち出る。